こんにちは、たけみです。今回はですね、ソロクライミングを考えると題しまして、まあ、パート3ですね。ようやくパート3が実現しました。はい。まあ第3弾もあると言いながら作らなかったのはですね、まあ、自分自身でまだまだ検証することいっぱいあるなっていうふうに思ったので、まあ、ちょっと時間が空いてしまったっていう感じですね。はい。で、まあ、この1年間なんですけど、まあ、僕自身ですね、まあ、クライミングに出かけるとき、まあ、日常的に岩場に行くときですね、まあ、半分以上、まあ、ほとんどの時間を、ソロシステムを使ってクライミングを、してきました。まあ、ボルダーに行ったりとかね、人と登ったりとかするときもあるんですけど、もちろん、まあ、多くの時間をそのソロシステムの、まあ、システムの検証ですねに当ててきたわけですね。で、まあ、たまに YouTube にも動画を上げてたんですけど、いい面とかですね、まあ、逆に悪い面とか、まあ、どういった特徴があるのかなっていうのをちょっと検証したくてですね。それで、まあ、前回のパート1パート2の動画でもですね、まあ、いろいろコメント欄とかで、DM とかでご意見とかご感想をいただいてですね、で、まあ、岩場で会った人とかにも結構ソロシステム参考になりましたみたいな感じで、いろんな方からですね、声をかけていただいたりとかもしてまして、まあ、そのあたりのですね、コメントいただいたものに関してもですね、なるべく返していけたらいいなというふうに思いますので、なので、まあ、今回はその、まあ、この1年ぐらい、まあ、前回の自分の動画に対してのちょっと、まあ、フィードバックみたいな感じで、多分長々とお話ししちゃうことになると思いますけど、お茶でも飲みながらお菓子でも食べながら聞いていただけたら幸いでございます。はい、それでは早速行ってみましょう。それで一つだけ、いつも通り安全面に関してなんですけど、まあ、この動画でご紹介する技術はですね、メーカーの推奨しない内容も含みますというか、まあ、メーカーが推奨するっていうだけでですね、まあ、道具を 100% 信じて、まあ、整備された登山道を外れなければ山に全く危険がないっていうふうに考えてること自体が僕ちょっと危ないなっていうふうに思いますので、この動画では僕自身が今まで自分自身で検証してきた結果、これは信じられるなみたいな、自分が信頼している技術だけをただ単にこうご紹介するというか、まあ、見ていただくっていうだけなので、皆さんももしやられる場合はですね、自分自身で少しずつこれは危ないな、これは大丈夫だなみたいな感じで検証しながらやってみるっていうのがいいかと思いますね。はい。なのでその辺は、ご留意ください。まあ、かくいう私もですね、もうこのシステム最初のうちは全く信用できてなくて、もう落ちるのもすっごい怖かったですし、まあ、本当に最初のうちはトップロープで確保してもらいながら、ちょっとずつこう体重を預けてみたりとかですね、いろいろロープはこういう風にした方がいいとか、まあ、工夫をしながら、でもまあこれはちょっと使えないなとか、全く使えないこととかも取っかえ引っかえやりながら、まあ、いろんな人のやり方とかも取り込みながら今の状態ができたっていう感じですね。それでもですね、まだ多くの人がいろんな環境でこの検証してきたわけではないので、例えばアイスクライミングでどうかとか、泥臭い本ちゃんルートでどうかとかですね、実際衝撃荷重がですね、どの程度上がっているのかとかですね、まあ、とにかくいろんな要素があるわけなんですけども、まあ、なので、まあ、どういう場面でどういうようなことに気をつけなければいけないのかっていうのがまだちゃんとは分かってないわけですね。なので、まあ、それをちょっと探り探り、ここは大丈夫だな、これは大丈夫だなっていうのを検証しながら、僕も今進んでいる最中っていう感じですね。はい。よいしょ。というわけでですね、ちょっと動画を撮りにですね、末端壁まで今来たんですが、昨日雨が降ったんですけど、壁の上に氷がついててですね、こんな感じで、あの氷がちょっと当たりたくないですね。はい。うわ、すごいな。うわ、すげえ。なんじゃありゃ。いやー、アイスクライミングできるな、これ。おい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 、おー、やばい、でっけーの落ちた。まだあっちもいっぱい落ちてる。やばいな今の、マジで。今のですね、末端壁の状態こんな感じです。もう12月なんでね、しょうがないですけど、はい。まあ、とりあえずですね、ちょっとこの辺、多分トワイライトとかその辺は、まあ、かろうじて乾いてくれてるだろうと信じながら、まあ、この辺を使ってですね、ソロシステムの説明をしていきたいと思います。はい。いやーにしてもすごいな。
でこれからですねそのシステムの実際の準備ですね、まあ、あれからちょっと変わってる点とかもありますのでそちらをちょっとずつご覧になっていただきながら、説明をしたいと思います。今日はですねこの水垣山のですね末端壁の、トワイライトっていうルートがここにあるんですけど、まあ、まずですね登る前にまあもちろん、ルートを観察するわけなんですが過去にですね2回だけやったことがあって、まあ、1回目は大昔2回目はあの先月、ちょっと触ったんですけど、まあ、まだ実際あのレッドポイントまではできていないので、今回このトワイライトというルートをですねちょっとあの、登ってみたいと思います。うわすげえ雪落ちてきたはい、それでは少しだけルートについて触れておきます。トワイライトはですね水垣山を代表するクラックの一つですね。特徴はですね前半に出てくるワイドセクションですね。ルートは全体的に傾斜があるんですがそこのワイドセクションでものすごく疲れた体で後半のハンドジャムとですねフィンガーのミックスのセクションに入らなくちゃいけなくてですね、まあ、そこはそんなに難しくはないんですけどかなり前半で疲れていると体力を削られて夜落ちしてしまうというなんともなルートでございます。はい、ルートの長さは約30メートル、トポによってグレードはまちまちで 11C だったり 11D だったりというふうに書かれています。で、まあ、あのシングルピッチのクラックのルートですね。で、まあ、カムとかをまずピックアップするのはもちろん2人で登るときと一緒なんですけどもう分かっちゃってるんですけど上にテラスがあってそこにはボルトがあります。なので、まあ、そこまで登れば、懸垂加工できるっていう感じですね。ただですね取り付きを見てみるとですねあんまり手頃な木があんまりないのでちょっとその辺は工夫してやっていきたいと思います。はい、でちなみに地面の支点なんですけども、まあ、例えばその一番下のアンカーの支点が外れてしまったとしても、まあ、理論上1ピン目とかのカラビナがそんなに大きいものじゃなければそこにまあ結び目とかですねが引っかかって止まってくれるのは止まってくれるので一応まあ大丈夫だと僕は思っています。なので正直あの結構探すの大変なんですけどシングルピッチとかやるときはですね、まあ、下に木とかが生えてないことも多いので、まあ、なんとかちょっとこう離れた場所の木からとか岩の割れ目を探してカムを決めてそこを支点にしたりとかいろいろちょっと工夫をしないといけないですね。はい、なのでまあ1ピン目とアンカーの距離はまあ近い方が本当はいいですね。まあそれも状況によってちょっと変わってくるので、まあ、何がいいかっていうのはですねちょっと現場合わせになるところもあるんですけど、でまあ、本当に何も見つからないもう下がもう真っさらで何にも支点となる場所がないっていう場合はもう僕はもうしょうがないんで、まあ、1個目のボルトとかカムが決められるクラックまで、ちょろちょろって登ってそこで支点を作ってでそこからソロシステムを使って登っていくっていう風に僕はしちゃってます。はい、まあ、これは本当に最終手段なのでね、本当にすっごいちょっと離れた10メートル以上離れてるところとかに木があったらそこからまず支点を伸ばしてきて作るっていうのが僕いつものやり方なんですけど、まあ、日本の壁とかだったら大体まあそういうのがあると思うので、まあ、うまく探して作るっていうことですね。はい、それに限ります。はい、はい、というわけで、このトワイライトというルートですね、下を見ると、まあ、この辺に木とかもありますけど、まあ、そこにも木が生えてるんですね。なので今回はその上の木を支点にしようかと思います。でこれ取り付けがここにありますのでちょっと狭いんですけど、よいしょ、まずですね最初の支点を作りますね。でこの木一本一本は結構細いんですけど実は前回も使ってて割と頑丈なので全部束ねてですね使いたいと思います。本当はもっと強固な支点があるといいんですけどこんな感じですね。まあ細い木もまあ束ねれば割と頑丈な支点ができますので、で、そしてショックアブゾーバーですね、これ改良型です。これですねバンジーコードで作りました。確か30メートルだったかな、30メートルのバンジーコードを束ねております。でこれをかませて、ショックアブゾーバーですねこれが。でロープを束ねるのにハードオフでもらったバッグを使ってますね。これあの IKEA とかでも買えるんですけど200〜300円だったかな。これすごい使えます。ロープバッグとしては優秀ですね。まあ、これ入れてあげることによって、まあ、どっかに引っかかったりとかしにくいっていうのが一応のメリットですね。まあ、とりあえず8の字をしてあげてここに止めますと、まあ、今この支点にダイレクトにこのロープがついている状態ですね。
でこれだけだと、衝撃吸収が不十分ですので、まあ、こいつをここにかませてあげると。こんなもんかな。最近は結構これでくっつけてあげます。はい、まあこれで、一応こんな感じで支点完成ですね。はい、下の支点は完成しました。落ちた時にショックアブゾーバーがちゃんとこう伸びてくれて、まあこう手で引っ張ったぐらいじゃ全然伸びないですけど、まあ、衝撃を吸収してくれる、かつここが伸びきったとしても、まあ、このメインロープはしっかり支点の方についているので、まあ、安心できるという感じのシステムですね。はい、はい、というわけでですね、カムを選んでですね登る準備ができました。そしたらですね、まあ以前ご紹介したのと一緒ですね、ここに支点がありますので、まあ、そこの支点側のロープですね、グリグリのこのクライマー側の方ですね、これが下に来るようにかけてあげて、で、まあ、こんな感じですね。まあ、僕は右にロープが垂れるのが好きなので右側にロープが来るようにして、こんな感じでつけます。はい、もうこれは以前ご紹介してますので、まあ、簡単にですね、今回使うのはグリグリ3ですね。ここにスリングをつける改造をしてます。これも以前ご紹介しました。ちょっとこの穴がですね、ロープが細すぎてちょっと裂けてきちゃってるんですけど、もうちょっと太いスリングをつけてもいいなっていう風にちょっと今思っています。まあ、とりあえずこれでやりますね。で、僕使ってる、このチェストハーネスですね、まあ、これもスリングで代用できますが、チェストハーネスにつけてあげて、で、あとこの下側のロープですね、これを僕は右腰が好きなので右腰の、まあ、これもルートによってちょっと変わるんですけど、マイクロトラクションにつけてあげて、でこれでまあ登るに従ってこっち側にロープが下側に引かれますので、マイクロトラクションを手繰った分だけロープが出ていってくれるっていうような仕組みになってます。はい、で落ちた時は、まあここの例えば支点があったとして、まあ、普通にグリグリがロックするのと一緒ですね。こんな感じでロックしますので落ちてもここで止まると、そういう仕組みになってます。はい、そしてですね、僕はロープはですね、今 9.8 ミリだっけかな、まあ、9.8 ミリか10ミリぐらいのものを使うようにしてますね。まあ、このグリグリ3との相性が結構いいっていうことですね。まあ、今までそんなに落ちてロープが流れたとかっていうこともないですし、まあ、これなかなか調子いいなということで、これを使ってます。であと衝撃吸収ですね、コメントでエーデルリットのオームとかを使ったらいいんじゃないですかみたいな感じでくださった方がいたんですけど、オームすごいいいと思います。オームはですね、もともとロープに抵抗を与えてあげるっていうもので、1ピン目とかにかけておいてロープを通しておくことによって、まあビレイヤーが例えばクライマーよりも結構あの体重差があって軽いっていう場合に、まあ、確実にビレイができるっていう、まあ、補助してあげるような器具になるんですけども、下側の支点への衝撃吸収になると思うので、あのすごい有効だとは思うんですけど、なんせですね、僕あの今のこのショックコードバンジーコードですね、これ確か1000円もしなかったと思うんですけど、数百円ですねで買えるようなもので満足しちゃってるので、オームがですね、あの1万7000円ぐらいするんですよ。すごいあの高いっていうのがありまして、ちょっと導入してないですね。あのいいかどうかもちょっとわからないので、まあ、もしね1回2回使ってやっぱいらねえってなったらちょっと悲しいじゃないですか。なのでまあオームとか、まあ、その他の衝撃吸収の方法ですね、もしあのこんなのがいいんじゃないっていうのがある方はぜひまた教えていただければいいなというふうに思います。はい、で、まあ、以前と変わった点としてはですね、1ピン目ですねかけてあげた時に、僕今までこのままフリーの状態だったんですけど、そうすると、まあ、ショックアブゾーバーとかが結構重いので落ちちゃうっていう問題があったんですけど、なので、まあ、昔からやってる方はいらっしゃるんですけど、まあ、1ピン目ですね、僕も最近はプルージックをつけるようにしています。これですね、プルージックコード、まあ、これ普通にあの登山用品店とかで売ってるやつですね。こんな感じで、で、まあ、ここにつけてあげるとすることによって、これをまあ、ロープが下にだらんと下がったとしてもこのプルージックで、噛んでくれるので、ここにロープにたわみができなくなってですね、余分に落下する距離が減るっていうことですね。まあ、これはかなりメリットになりますので、最近ではこういうふうに使ってます。それでですね、あと、まあ、本当に難しいルートとかをレッドポイントする場合はロープをですね、ルートの長さにぴったり合わせてあげると、
これがですね、ロープどんどんこのまま上に登っていくとですね、下側に伸びているロープが長く垂れ下がるので、30メートルのルートだと30メートル分下に下がっている状態になるので、結構マイクロトラクションを手繰りづらくなっちゃうんですね。なのでルートの長さぴったりに合わせておけば、終了点に着いた時にちょうどロープがゼロになるっていう計算で登ることができるので、そういう方法も一つの方法としてありですね。はい、今回はですね、そのまま懸垂加工して降りてこられるように下に末端をつけて上まで登っていって、ロープが60メートルありますので、ちょうど下まで降りてこれるっていう計算ですね。はい、じゃあ準備ができました。はい、最終確認、支点よし、貫付きよし、直下部相場よし、グリグリの貫付きよし、グリグリの向きよし、マイトラよし、じゃあ登ります。で、かけますね。1ピン目、プロジックつけますね。はい、ちゃんと伸びてますね。はい、これが落ちません。もうちょっと今息も苦しくて、ちょっともうね、ここのワイドの部分で全部使い果たしちゃって、全然ここで休憩できなかったので、もうとにかく酸欠状態って感じだったんですけど、はい、とりあえず上まで抜けれるように頑張りたいと思います。はい、ちょっと休憩しますね。いずれにしても、
はい、というわけでね、今終了点まで、他のとこまで着きましたね。はい、シングルピッチの場合はこのまま終了点にロープをかけてそのまま懸垂加工するだけなんですけど、マルチピッチとかでこの上にさらに1ピッチ登ったりする場合はここにまあフィックスをして一旦ですね懸垂加工をしながらカムとかを回収しながらですね取り付きまで行ってロープをほどいて、であとは湯回るで上がるなりそのままクライミングしながらここにマイクロトラクションをつけてロープを手繰りながらトップロープソロの状態で登ってきたりとかするんですけど、ルートによりますね。本当に簡単な場所とかだったらアッセンダーで登るのってすごい大変なので登っちゃった方が早いっていう場合もあるんですね。そういう場合は普通にクライミングで荷物を背負った状態で全部登ってきちゃいますけど、まあこういうねちょっとこう傾斜のあるようなかぶってるルートの場合はだいたい湯回りングしてくることが多いですね。そんな感じです。でまあ全部クリーニングして、でさらに上のピッチを行くっていう感じですね。まあ今日は1ピッチでちょっと終わりにしたいと思いますけど、マルチピッチの場合はこんな感じです。はい、でね、このトワイライトというルートですね、最後の部分で落ちてる人いっぱい話聞くんですけど、もうなんかすごいわかる気がしますね。すごいもうパンプしてパンプして、で傾斜も結構強いので休もうと思ってもなかなか休めないっていう感じで、持久力のルートですね。はい、じゃあとりあえずですねこのカムを回収しながら降りたいと思います。はい、像我